どうも、下田花夫です。本日のテーマは、なんで仮想バキダン始めたのというテーマでお話をさせていただきたいと思います。はい。えー、過去にもやったことはあると思うんですけれどもね、あのー、今ね、巡業中なんですよ。 下駄くんのね仮装場祈ので、えー、と今ここ今ちょっとホテルにいるんですけれどもやっぱりその巡業をねあのすると本当にいろんな方と会います、えー、まあ例えば大阪とか、えー、東京とか、えー、あと北海道とか、まあ、よく行くところはね、あのー、まああれなんですけれども、えー、やっぱりそ,のそれ以外のですね、えー、地域下駄くんに、えー、生で会うの初めて っていう人って言ったらねあの全員手を挙げるっていうねはいあのそんな感じでしたなのでね、僕もねやっぱりその地方もね、えー、やっぱりこれからこうどんどん行きたいなというふうに思いましたで、えー、そのまあ実際にお会いした時にですね本当にこれやっぱよく聞かれますねなんでその仮想ばっき弾始めたんですかと はい、えー、そのあたりお話しさせていただきたいんですけれどもで単純にねあの僕ミュージシャンやってましたでその後まあそのいろんなねメディアに出ることになった時にあの怖い話してくださいとはい,、えー、いういうに言われるようになり、まあ、その時にですね元仮想場職員っていう風に、まあ、紹介されるわけですよはいであのこれだからパワーワードですよね。 あの元仮想場職員が話す怖い話みたいなね、えー、いかにも怖そうですよ <laughs> っていう風に思います。はい。あ実際ね、あの実際働くと全然そういうことじゃないよっていう風うにわかるんですけれども、ただあのゲタクもですね、あの生まれた瞬間から仮想場職員なわけじゃないんですよ。で、あの別に僕の人生の中でね、あのずっと仮想場職員だったわけでもないわけですよ。 ねえー、ある一定期間そうだったっていうだけなんですけれどもということはそれ以外って火葬場職員じゃないんですよ、ね、今は元火葬場職員ですけれども火葬場職員になる前は火葬場のこと全然知らないただのお兄ちゃんですはいっていう感じなのでなんかわかるんですよね元火葬場職員のって言ったらもうなんかうわーってなるじゃないですか <laughs> であのまあやっぱりですねその通りであって、えー、いろんなところでですね結構引っ張りだこと、えー、いうふうにねなりました はいでなんですけれども、まあ、その中でですね僕の中でで葛藤があったわけですよはい、えー、それは何かというとねまあ、これだから僕は実際働いてからの話なんですけれどもあのー、怖いところっていうよりは神聖な場所なんだけどなーっていうねはいあのー、それがねどうしても葛藤でありました。これは僕が働き出したからです はいえー、下駄君が家部、えー、で働いたことなかったら、ねえー、なんか怖そうってなるのこれあの皆さんすごい自然なことなんで普通のことなんでね、えー、なんかそうなのかなみたいな、はいえー、っていうふうになるのすごい普通のことなんで、えー、それをですねなんかこうとやかく、ね、言うこともないし必要もないと思うんですけれどもでやっぱりその葛藤の中でね、まあ、なんかこの怖いとこなんですよみたいな。 はい、あのそういう紹介の仕方ってね、まあ、あの求められてるんだけれども、まあ、あんまりそのなんですよ積極的にやりたくないと <laughs> いうのは正直ありました。はい、でこれ他の動画でも言いましたけどね「火、え、葬、ー、場の階段ないんですか?と」とあのねめっちゃあるにはあるんだけれどもとそれはもうねあの過去の動画見てくださいはい、まあ、いろんな、えー、こうあってですね、まあ、あんまり、まあ、こういうのやめとこうかなとこの話はやめとこうかなって言って結構僕ねだいぶねあの省いています。 はい、結構ねっていう感じなんですよでその中で例えば、えー、いろんな番組出ますいろんなイベントとかなんかラジオ何でも収録とか何でもそうですけど、えー、その時にですねまあ、その怪談師として呼ばれてねあのまあ、行くわけなんですけれども結構「あの下田さん」と「あのこの前ちょっとねあの父親仮装したんですけど」っていうね。はい でその時にこうこうこうでこうだったんですよこれどうなんすかねっていうはいこれ、えー、共演者の方もそうですし、えー、例えばそのテレビだったらテレビのそのいわゆるスタッフさんですよねとかはいあのいろんな人に「場の質問すすごいされるんですよでよあそうかと」と確かに火葬場の話ってあんまり皆さん知らないよなとでそして知りたがっているよなと。はい そらそうですよね実際自分の,、えーね、その大切な方を、まあ、亡くされてでそして仮装しているわけですからあのその中で疑問があって当然なんですよ。でそしてその疑問を解消したいと思うのもこれまた当然なんですよね。っていうふうなことをですねやっぱりこうだんだん理解してね僕も。であとじゃあ,あの仮装場はまあ実際こうこうこうでこういう感じなんですよっていうのをやっていこうかなっていうふうに思いました。はい で、えー、ともう一つねよく言われることあります。例えば葬儀屋さんねなんかこうよく比較されるんですけど葬儀屋さんって例えばその本を出していたりとかね、えー、なんか YouTube もやっていたりたまにテレビもよく出ていたりとか、えー、なんかするで葬儀屋さんって大体そうですかまあ本が一番多いですよね。はい、でなんですけどじゃあその火葬場のって言ったら皆さんどうですか僕あんまり見たことない、まあ、たまにあるけれども。 はいえー、でも僕ね、えー、その火葬場の、まあ、第1弾は漫画、えー、ですけれども「まあ、最後の火を灯すもの」ってやつですよね、はい、あれが発売されて、あのー、まあなんかすごい好評みたいで良、まあ、かったなっていう感じなんですけれどもただあの少ないでしょ少ないというか火葬場のそういう本、ね、あるんですかねちょっと分かんないですけどもでこれなんでなんですかと、はい、これもよく聞かれます要はその火葬場の話を何でするようになったんですかと同じようにねで まあそれの答えもね結構明確、まあ、その色々ありますよあの全部が全部100%とは限りませんが、ただ、一つの道筋として、ね、じゃ例えば葬儀屋さんが本を出します、こういうことします、こういう発表をしますっていうので延長線上に。 例えばね、下駄総裁だとしてね、えーまあ、こういう本を出しました、ね。葬儀というのはこうこうこうでこうなんですよ、こういう感じで明瞭なんですよと。で、えー、これを書いてるのは下駄総裁の下田君ですと。だから、えー、何かあったときは、えー、下駄総裁にぜひご依頼をっていう、はい、そういう道筋があるんですよ。でも、じゃあ、火葬場はどうですかと。 あの仮想場ってね基本的にですよそのもう完全民営化の仮想場は別ですけれどもあのほとんどのあの日本全国のってそうではないんですよねあの別に一日に例えば一件だろうが十件だろうがあのー、関係ないんですよはい皆さん給料変わりませんっていうようなそういう場所がほとんどですっていうふうに考えた時にじゃああのうちの仮想場ぜひ来てくださいねってこれやる必要ないんですよはい。 あのどちらかというと社会主義的な感じですよねある,ある意味ねああのまあ、間違えちゃ間違いですけどある意味ね分かりやすく言うとっていう感じですだからそのいわゆる道筋ないんですよなのであんまりその火葬場の話っていうのをですねやっていくってしかあんまりいないんですはい特にまあそれによってですねなんかあのすごく儲かるとかそういうことじゃないからはい。 っていうのが、まあ、一つね。はい。一つ、まあ、でもこれは結構大きなあの理由です。まあ、これだけじゃないけれどもね。はい。っていうのが、まあ、一つあるので、まあ、だから、なかなか、あの、ないよね、と、はい、いうのが、まあ、現状だと思います。まあ、そうなってくるとですよ。 えー、この YouTube でねああのー、ま火、あ、葬場の今はね本当にもう遺族ほ、まあ、本当に、まあ、僕も遺族さんで呼びますはい本当にそのお便りくれる方々ね質問くれる方々あのー、皆さん遺族さんからのですね質問に、えー、自分の分かる範囲で火葬場の話まあたまに火葬場じゃない時もあるけれどもまあそれをこうずっと答えていくっていう動画を撮っているんですがあのー、なるべくね僕やっぱりこうネジを外さないようにやってます。ははいいいネジを外さないようにっていうにのは例えば あのエピソードトークとかあるじゃないですか、その遺族さんとね、えー、僕,僕の体験者遺族さんとの話みたいな、ああいうのってあの、ストーリーはそのまんまなんですけれども、ただ、中身でだいぶ変えてます、はい、例えば、えー、性別を変えるとか、年齢を変えるとか、えー、そういったことをしてですね、えー、だいぶ、まあ、ある意味こう、ぼかしてるんですよ、はいまあ。もちろんそれはそうです。なぜならというと、僕、遺族さん相手にしましたんで、はい、あのそれぐらい、もちろんやるわけですよね。 だからあのその辺はですねやっぱりこうネジを外さないようにねあのやっぱりやっています特にある意味第一人者だからです、はいえー、じゃあなんで、えー、第一人者だから特に気をつけてるのかとこれから今後数年後ね、まあ、数年間の間におそらく、えー、同じような方これ出てくる可能性非常に高いですはいじゃあその時にねあのー、下駄くんがじゃあもう本当にねあのー、そういったいわゆるそのコンプライアンスじゃないですけども その辺すババリバリ破っていいくぜみたいなあの正直そういうのねバリバリ破った方が YouTube の、えー、再生回数収益上がりますはいめっちゃグロい話とかはいめっちゃ上がりますはいでもあの僕はしないようにしてますうそれは一番最初の人だからもし僕がそれでやってねブワーってやってでそしたらめなんかその叩かれることもあるでしょうでもめっちゃ儲かりますみたいなねはい、えー、そんな状態で自分が 自分だけでオッケーだ。ぜみたいにしてたら、次の人出にくいでしょね。次の人すっごいやりにくいでしょ <laughs> っていうふうに思います。まあ、だからね。一旦僕の方ではまあ、そういうちょっと落ち着いた感じで、えー、行こうかなというふうに思っております。し、まあ、だからこそ、その漫画の方もね。その例えば amazon のレビューとか見ていただいたらわかると思います。あの、本当に現役の方が。 え見て、そうそうってね、はい、あの納得すると。そらそうでしょうと。僕ね、めちゃくちゃこだわってあれやってるんですよ。本当にね、あの、誰も気づかないと思うんですけども、例えば、漫画の中でゲタ君がねえ、デレキっていう鉄の棒を触るときは必ず、あの、手袋してます。はい。あの、わかりにくいですよ。絵、絵なんでね、すごいわかりにくいんですけど、実はそういうふうにやってもらってます。はい。そうじゃないときは手袋してません、みたいな。 はいえー、めっちゃこだわってるんですよ。<laughs> ね、誰が気づくのっていうぐらいのレベルのことをやっております。えー、それはやっぱりですね、かそば職員さんもねきっと見るだろうなと思ったのでね、あのー、本当に現役の方があんまりこう違和感なくね、あの普通に見れるっていうのを目指したわけですよ。まあ、だからこそのね、えー、そのレビューのなんかすごいですよね、4.7とか8とか、そんな感じらしいですね。ちょっっと最近見てなないいでで今どどうなってるか分かんないですけど おすげえなとなんか思いましたねやっぱ僕的にはね僕結構慎重派なんでねやっぱりそのほら仮想場の話なんで、まあ、どうしてもね結構すごいバッシングとかあるかもしれないなと。 いうのを思ってたんですあの、まあ、別に僕はね過疎話どんどんやっていくしっていうかあの YouTube ねこれもそうですけどもあの見たい人だけ見てくださいねとねそしてチャンネル登録してくださいもう一言も言ってませんよというすげえ消極的な感じでやってるんですよね。もう知りたい人は、えー、知ってくださいとでも知,ら、ね、知りたくない人にわざわざそんなこと届けないよっていう感じのスタンスであのやってるんですよ。まあ、それぐらい結構ねあの僕の中ではまあやっぱシビアみに、えー、やっております。 まあそれもあってかどうか分かんないですけどね。はい。あの、皆さん本当に、えー、すごく評価していただいて、あの、僕もそうですけれども、あれ、絵を描いてくれたね、えー、漫画家さん、はすこださんもやっぱりものすごくあの喜んでらっしゃると思います。はい。で、またね、続編とかもまた出ると思うので、まあ、これからもよろしくお願いしますっていうような、はい、感じです。ということで、えー、本日はですね、えー、下田くんなんで仮想脇き談始めてんのとか、えー、そのあたりをお話しさせていただきました。ではまた 火葬場のことでわからないことあれ何だったんだろうなということがありましたら「ゲタ花をホームページから是非ご利用ください。